マーズマイニングアプリのマイニングペット NFT エアドロップ&セールの情報です。このチャンネルでは無料マイニングや無料で暗号通貨がもらえる情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録いただいて情報をキャッチしてください。はい、こんにちは、ハチノです。今回はマーズマイニングですね。このアプリの、NFT ですね、ペットの NFT がエアドロップされるということで、これ残念ながらね、無料じゃなくて有料の、ね、NFT のエアドロップになりますということでね、その辺のお話をしていきますと。はい、でこちらがその詳細なんですけれども、火星人 NFT の保有者のためのエアドロップタイムゾーン、ソウルと UTC+9 ということで、韓国もね、日本も時差ないので UTC+9 ということで、はい、ね、同じ時間でやりますと。スナップショットが3月14日ですね、午前9時30分からと。 NFT は3月14日の午前0時1分から3月14日23時59分まで保持する必要がありますと、ね、いうことですね。スナップショットはこの時間なんですけれども、 NFT は、一日中保持する必要がありますと。で、配布日が3月の14日から3月の15日、保有する火星人 NFT の数に応じて MRST マイニングペット NFT の数が配布されますと、ね、例えば3つのザ・マーシャンズ NFT を保持している場合、3つの MRST マイニングペット NFT を受け取りますと。はい、でホワイトリストとミーティングの日付、2022年3月7日から3月11日 MRST マイニングペット NFT セールの一般的なホワイトリストということで、こちらがね、そのホワイトリストのエントリーの URL になります。これ後でね、ちょっと紹介しますね。すべてのタスクを完了すると、ホワイトリストに登録されることが保証されますと、ね、いうことですね。火星人 NFT の所有者もホワイトリストに登録できます。複数の勝利のチャンスがありますと、ね。ウォレットアドレスフィールドに正確なポリゴンウォレットアドレスを入力してください。入力しないと NFT を受信できません。メタマスクはサポートされているだけですということですね。つないだだけではダメですよと。ちゃんとね、ポリゴンネットワークですね、ポリゴンアドレスを入力して、さらにね、多分ポリゴンの中に、マティックをね、いくらか用意しておかないとダメということだと思います。でこちらにね、スケジュール書いてあります。3月16日火星人 NFT の所有者はそれぞれ15マティックですね、15マティックで最大3個のランダムキューブを購入できるようになります。長期のスナップショットスケジュールが保有者に適用されます。で、3月18日にホワイトリストの勝者のための5万個のランダムキューブ、ね、各15マティック、ウォレットアドレスごとに最大3個のランダムキューブを購入できます。ホワイトリストに16,667人を超える参加者がいる場合、一部の参加者はランダムキューブを購入できない可能性がありますよね。だから5万個のランダムキューブがあって、1人3個買えるということで、3分の1のね、16,667ということになっていますと。はい、ね。で、3月22日、残りのランダムキューブ、誰もがランダムキューブをそれぞれ30マティックで購入できるようになります。要はこれね、5万個売れ切れたらこれはないんですけども、もしね、売れ残ったら30マティックで購入できるようになるとね、そういうことだと思います。しかも、購入制限なしなので、売れ残ったやつはね、多分早いもん順になっちゃうんじゃないですかね、でもね、はい、購入制限なしで買えますと。で、3月30日、ランダムキューブの公開、当社のウェブサイトの指定されたページでランダムキューブを開くことができますと。あ、これ買うだけでまだ開くのは後なんですね。はい。で、ランダムキューブを作成すると、取引手数料が発生します。ミントの後、ランダムなキューブが削除され、実際の MRST マイニングペット NFT が取得されますと、はい、いうことですと。じゃあですね、ここのね、ホワイトリストにエントリーするための URL がこちらになるんですけど、こちらをクリックすると、はい、こんなページに飛びますと。で、これが、MRST マイニングのペットの NFT ということで、ここにね、このペットの、これイラストなんですかね。はい、こんなペットが、まあ、NFT でもらえますと。で、このペット持ってると何がいいかっていうと、ここはね、ちょっとね、見づらいんですけど、ここにね、ペットって書いてあるところありますよね。で、ここにペットを3匹までね、セットできますと。で、セットすると、マイニングスピードがね、
5% ずつかな、確か上がる。10%ずつかな、ちょっとごめんなさい、忘れちゃいましたけども、はい、マイニングスピードが上がると。で、しかも、そのペット、NFT ペットの、能力に応じて、なんかいろいろね、例えば、こう、速さが増すペットとか、あと、こう、頑丈になるペット、岩を砕くとか、まあ、そういったことじゃないですかね。あと、なんか、ブーストが、ね、使えるペットとか、なんかそのペットによって特徴があるみたいなんですけどもね、まあ、そういった特徴を持つペットをこのマシーンにセットすることでマイニングスピードが上がり、かつね、特殊能力が使えるみたいなことをね、ホワイトペーパーに書いてあったと思います。はい。ね、でですね、このそのペットを買うために、まあ、ホワイトリストに登録しなきゃいけないんですけども、そのホワイトリストの登録がこのページになりますと。じゃあ何をすればいいかっていうと、ずっと下の方を見ていくと、ここにね、書いてあります。で、ツイッターね、フォローしたり、リツイートしたり、あと、これはインスタグラムですかね。はい。とか、ディスコード入ったりとか、こう、いろんなタスクがあるので、これをやるごとに、ここにね、数字が出てますね。で、一番上チェックついてますけど、私が、このツイッターね、フォロー、マーズのラボをフォローしたらチェックがついて、まあ、10ポイントと、ね。で、これを10ポイントずつ貯めてって、全部ポイントを、貯めるとエントリーできるということですね。多分全部やらないと、まあ、全部やらなくてもエントリーはできるんですけど、全部やった人が、確実にもらえるってことが書いてありましたよね、確かね。はい、すべてのタスクを完了するとホワイトリストに登録されることが保証されますとね。まずね、だからエントリーするのに、はい、すべてのポイントを、取った方は確実にエントリーできますと、ね。で、エントリーしたから確実に買えるかっていうと、それはね、エントリーが何人いるかによるんですよね。ただこれ見ると、ね、40万人がエントリーしてるってことなんですかね。トータルエントリー。そうですね。40万人がエントリーして、まあ、この5万個。ただ5万個ですけど、人数で言うとね、1万6667人しか買えないので、これ結構競争率高いんじゃないですかね。はい。ということで、で、15マチックが多分1500円から2000円くらいですかね。はい、だと思いますので、結構ね、それなりにいい値段するんじゃないかと。まあ、これが将来的にね、もっともっと高い価値で売れるかどうかっていうのは本当に分かんないですけども、マーズがね、本当に世界的に有名になってね、結構メタバースの中では、上位1、2、3位くらいのメタバースゲームになったりすると、まあ、跳ね上がるんでしょうけど、まあ、そればっかりはね、本当にわからないので、もしね、価値が上がりそうだと思うんであれば、ぜひね、このホワイトリストに参加して NFT をゲットしておく必要があるのかなと思います。で、このホワイトリストのエントリーがね、あと3日なので、多分ね、この動画公開するとあと2日とかなっちゃうんだと思いますので、3月11日までか。なので、はい、ね、もし NFT 購入したいという方はね、急いでエントリーしていただいた方がいいかと思います。はい。で、こちらがそのランダムキューブから、どんな、NFT が出るかっていう確率ですね。はい。で、伝説の NFT は2000個出ますよとね、2%で、エピックっていうのと、あとレアっていうのと、高度な NFT、特別な NFT、通常の NFT、やっぱ通常のが多いんですね。はい。で、合計10万になってますね。だから2回に分けてやるんですかね。ちょっと、はい、ごめんなさい。その辺の詳しいことはわからないですけど、まずね、こんな確率で、そのランダムボックス。だからボックスが、多分今のトラック、昨日の動画でトラックの動画、ね、見た方はわかると思うんですけど、ランダムボックスがあって、そのランダムボックスを開けると、まあ、トラックが当たる人もいれば、宇宙船が当たる人もいるというように、今回もね、このランダムボックスの中からどれが当たるか分かりませんとね。だから伝説の NFT が当たった人はラッキーですし、通常の NFT だと、いまいちかなっていうのはあるんですけれども、はいね、まあ、どれが当たるか分からないね、その、まあ、NFT のランダムボックスを購入するのに、はい、このね、ホワイトリストの登録が必要ですということなので、購入したい方はね、ぜひ、はい、こちらのね、ページから、ホワイトリストにエントリーしてみていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。
画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。元祖無料マイニングアプリ、パイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや B ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。暗号通貨ステーブルコインスペラックス USD とガバナンストークン SPA を開発しているスペラックスのアプリです。イーサリアムウォレットでスペラックスの XP トークンをアーニングできます。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。ワンタップマイニングアプリ、ヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。1時間に1回ビットコインを掘ってくれるフォーセットサイト、ビットシャークです。タイトルアイコンはサメですが、ウェブアプリを開くとおっさんがツルハシ持ってマイニングしています。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。
海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。無料で柴犬トークンがもらえるフォーセットサイト、フリーしば犬 .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の柴犬トークンがもらえます。姉妹サイトでも全部で16種類の暗号通貨がもらえるので全部登録しましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。こちらも無料暗号通貨がもらえるサイトを紹介しています。1時間ごとのスロットと Twitter に投稿されるプロモーションコードを入力することで追加でスロットを回すことができ、最大300ドル相当の暗号通貨がもらえます。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。